どうも、ベタです。パーソナルやっていきたいと思います。はい、本日は、出撃銀河イレブン。こちらをね、ある程度進めてまいりました。なので、攻略動画作っていこうかなと思っております。で、まず、こちらのイベントなんですけども、開催期間の方が7月9日木曜日から7月22日23時59分前でございます。で、こちらのゲーム始めるときに、まず記憶リキッドってものが出てきます。うん。こちらのものは、サクセスで入手か、記憶ガチャから入手という形でございます。まあ、記憶ガチャっていうのは、とりあえず、うん。とりあえず、無課金で回せるガチャでございますので、安心はしてください。はい。で、上の方は、サクセスで選手を育成完了すると、特殊なドローンが育成選手の能力を抽出し、記憶リキッドを生成します。抽出結果は、成功、大成功、超大成功と3パターン、存在し、結果によって記憶リキッドの濃度が増加します、特殊能力はその選手が習得した中から一定確率で入手できます。一部の特殊能力は抽出対象外となります。で、これの超大成功を出し方って多分ね、特能ほとんど取らずに基礎値をマックスにするとか、まあそういう形にすると超大成功になりやすいです。うん、まあ、自分的に、うん、今パワフルサッカー杯あるじゃないですか。まああれでちょっと失敗したキャラとかを、うん、最後まで育てて、まあ特能を振らずに基礎値マックスにして、うん、やってしまうと、もうほぼほぼ 100% とか来るので、まあそれが超大成功になりやすいのかなと。特能を取ってしまうとやっぱり成功ぐらいになってしまいます。うん。強い選手の場合は成功となってしまいますが、その分特能がつくっていう状態に なるっていうのが、うん、このサクセスに入手する記憶リキッドとなっております。で、記憶ガチャ。こちらの方は、うん、メダルがもらえるんですよ。メダルがもらえるんですけども、1枚で1回回せます。うん。こちらは記憶ゲージ 100% で入手。サクセス育成完了後に、獲得した、記憶リキッドの濃度は、記憶ゲージに蓄積されます。ゲージが 100% 溜まるたびに、1枚ゲットできます。これがね、まあ大成功とか、超大成功とか、うん、普通の成功とかで変わってきます。成功だと大体、1枚もらえるかもらえないか。で、超大成功なら3枚ぐらいもらえるときはあります。で、サクセス内の試合勝利で入手。こちらはね、サクセスの地区大会決勝、で、全国大会決勝で勝利すると、育成完了時に最大2枚獲得できます。で、宇宙人チームに勝利で入手。宇宙人チームはね、こちらのゲームを進めていく、うん、敵。うん、そちらに勝つと、2枚ずつとか結構もらえるという形でございます。うん。で、選手の強化はいくつかあります。うん、記憶リキッドで強化か、手術チャンスで強化。まあ、こちらはね、うん、正直ね、記憶リキッドで強化をしていって、まあ、だいぶ揃ってきた手術をしていくという形かな。うん。サクセスで選手育成後に一定確率で手術チャンスをが、発生する場合があります。手術に失敗すると対象選手の能力が下がってしまいますが、成功すると強化されます。まあ、これは当たり前ですね。うん。手術の成功確率は以下の方法でアップできます。これね、大丈夫の金メス。もう今、使ってる人は少ないのかな、サクセスね。まあ、ここで使いましょうという形でございます。最低 40% ぐらい確率はあるんですよ。最低 40% ぐらい確率あって、うん、金メス1個使うにつき 20% 上昇します。3個使えば 100%、確率に 100% 上がります。で、手術チャンスを見送ると 20% ずつ上昇していきます。なので、まあ3回見送ると 100%。まあ金メス使わずでも、うん、100% になります。まあ、金メス、いつもね、サクセスで使ってる方は、うん、金メス使わずにひたすら手術チャンスを見送って 100% にしてからやるのが正解なのかなと思ったりもしております。で、特能付け替えで強化。まあこちらはね、うん、ゴールキーパーのキャラに火の玉シュートとかやっぱついちゃうんですよ。普通についちゃいます。その時に、まあ、取り外していきますよ、という形でございます。で、一人の選手につけられる超特殊能力、金力ですね。金力は10個までです。うん。で、選手の各基本能力は最大100です。うん。この制限がなかったらね、すごい強い選手、ちょっと作ってみようかなと思ったんですけど、ちょっと金力はね、10個までということで、うん、最大値は決まってしまっております。はい。で、出撃。まあ、こちらはね、先ほど言った宇宙人チームですね。宇宙人チームと対戦するという形でございます。これはね、敗北による、デメリットはないので、ひたすら出撃した方がいいと思います。まあ、勝つまでやったらいいんじゃないですか。うん。まあ、ある程度チーム力を上げて、もうひたすらもう試合をするという形でございます。これはね、操作できませんので、運も絡んできます。うん。
まあ、自分のチームの調子も絡んできますので、まあ、これはある程度何回かやってみてください。アイテムは使えないはずなので、はい、そのつもりでやってください。あと報酬ね、報酬結構今回いいんですよ。うん、PSR10%、PSR20% とかもらえます。で、チームランクがどんどん伸びていくと、うん、こういう報酬がもらえるっていうことですね。うん、最高 PSR10% がもらえる形でございます。で、試合報酬としまして、記憶メダルがね、うん、1、1、2、2、3、3とか伸びていくんですけども、まあ PSR20%、SR ガチャ、SR50%、30%、BR の大事博士像とかもらえる形でございます。これがね、うん、現状まだ全部開放してないんですよ。確か7月の15日ぐらいで開放されますので、まあその時にはまあ全部倒しましょうという形でございます。ステージ9をクリアすると何かが起こる。まあこれはね、ちょっとよくわかってないんで、まあステージ9クリアしたら皆さん見てみてください。まあこんな形でね、うん、内容となりますが、今、チームランク A の星です。まあそんなに進んでないんじゃないのって言われるかもしれませんが、一応ね、ガチャの、うん、コイン65枚貯めてきました。うん、ひたすら貯めますね、これは。うん、サクセスひたすらして、うん、チーム強化はしてます。チーム強化はしてますが、こういう形のものがもらえるので、うん、まあこれを使って自分は強化しました。今一応1個だけ残しといて、まあこれがね、うん、サクセスで作ったキャラの抽出という形でございます。まあ欲しい金とかが取って、まあこういう風に抽出するといいのかな。まあ自分はね、うん、先ほども言いましたが、パワフルサッカー杯の特攻選手作りながらやってるという形でございます。はい、ではちょっとガチャ回していきましょうか。まあどういう演出なのか、ちょっとね、演出も違うんですよ。なんかいいキャラが出るときはなんかガチャが光ったりするんで、普通の場合は今の感じです。たまにね、ガチャが光ったりするんですよ。こんな感じで脳みそが光ったりしたんで、こういう風にミセ君がもらえたりとか、うん、ちょっといいものがもらえるときはそういう感じでございます。この演出もね、普通に飛ばせます。普通に連打すれば飛ばせるので、うん。結構早く回せるガチャではございます。まあ、金徳持ってるイベキャラとかが出てくれればいいんですよね。うん。今のクレッセントグロスとか、もうこれ結構いいキャラっていう形なのかな。野々原はでも金徳持ってないが、毒の重視としていいのかなっていう形でございます。まあ、選手ランク、A 以上が光ってるかもしれない。うん、大体 A とか B、A 以上かな。A 以上が光ってると思ってる。うん。まあそうなると結構いいキャラっていうくくりになるのかもしれません。うん。まあ正直なところ、これをバン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 回して、うん。これをつけようという形でございます。お、鉄だ。鉄だはな、でも通常バージョンじゃねえんだよな。通常バージョンは防波堤とか持ってないから微妙なんですよ。うん。いろんなバージョンが出てきますので、まあそれをね、うん。つけていくと。まあ、特能とかも選べますので、まあ、それをつけていきましょうという形でございます。お、いいね。あ、出たな。西宮出たね。いいね。結構、田原くんとか、もう固まって出てたので、うん。まあ、心眼はすごい余ってるんですよね。特能としますね。特能余ってくるとね、もうひたすら、あ、ん、出ましたね。鉄作。もうこんな感じで、お、ミネくん。でも、ミネくん通常バージョンが違うんだよな。通常バージョンもあいつ強いからね、うん、光ってるんですけど、結局、領域がもらえるからね。まあまあ、いいのか。はい。まあ、こんな感じ。まあ、金徳も、お、いいですね。バリケード持ってるから。うん。バリケード持ってるから、ありがたいですね。おー、こいつはいらない。あ、でもこいつ、長距離砲持ってるのかな。うん。まあ、そういうのを覚えてれば結構いいかも。ほうき星持ってる。いいね。あ、結構いいのが出てる。これで強化はできそうです。これでひたすらジョルジュ。いいね。まあ皆さんね、あ、堀場くん。選手の能力覚えてる人と覚えてない人いると思いますが、まあこういう機会にね、どの選手がどういうものを持ってるっていうのを覚えてもいいのかなと思っております。お、ブレイブタックル。いいね。ゴーダくん初めて出ました。いい感じだ。投手も取れた。いいね。金徳持ってるキャラって少ないんですよね、やっぱりね。うん。ブレイブタックルは本当に助かる。いいね。いいよ。で、リッツでしょ。お、ゴーダがむっちゃ出る。ゴーダが3体ぐらい今出ましたね。ってことは、ボランチとセンターボック、あー、もう、堀場はすごい出てる。堀場はね、正直なところ、いっぱいいたんですよ。うん、何体か出てましたので、なんだろう。うん、ボランチ2人いるんですけど、もう両方とも、他新領域はついてます。うん。あ、ちょっとガチャ回しちゃってるんでね。で、誰だ？お、珍しいな。みんな。
クマガチャね、なんか出るときすごい出るんですよね。出ないとき、弱いキャラばっかなんですけど。はい。セキュリティセンサーかな。お、カーブ。マヤちゃん、マヤちゃん通常バージョンじゃないな。お、長距離保護すごい出ますね。まあ、こんな感じで引きましたと。ガチャを引きまして、これを能力強化していくという形でございます。で、能力、まあこんな感じで、まあ自分はね、まあミセ君好きなんでミセ君をひたすら上げました。まあ今、基礎値100とかになってて、こんな感じでつけております。まだね、ちょっと適当につけてる部分があるので、曲の方は後で調整したいと思ってます。あれ？あ、ボランチ1枚か、これ。サブアカの方がボランチ2枚なんで、まあつけておこうか。つけておこうか。こんな感じでつけていくと。サブアカの方でちゃんとやったのか。はい。ボランチのキャラには、やっぱり、さっきの、不可侵領域つけたいし、で、あとはブレイブタックルつけたいしっていう感じで、こういう風に強化していきます。で、余った、かぶった特能をこういう風にね、特能ボックスに送られて、違うキャラにつけれるようになります。なので、まあ、それはね、気にせず、つけていってもいいのかなと思います。で、センターバックにはしっかりとね、この辺、哲太くんとかつけていきたいよね。防波堤つけていきたいよね。防波堤、あとは、あれどこ行った？欲しいキャラ、欲しいキャラ、バリケード、あ、いた、龍崎。これはね、普通に強いんですよね。ジェントルマンもあるし。で、まあ、これに、普通にね、こういうゴールキーパーのキャラつけたとしても大丈夫です。ゴールキーパーのキャラつけたとしても、ゴールキーパー金徳も普通についちゃって、後から取り外しはできるんで、こいつは西宮はね、ゴールキーパー金徳はないですが、まあ大丈夫です。で、セキュリティセンサーかな？あ、猟犬とかだ。あ、結構こいつ金徳持ってたな。猟犬か。セキュリティセンサーじゃねえや。猟犬のダイナモだ。いい感じですね。センターバック伸びていきます。こういう形で、センター、長距離砲を覚えさせたい。確か長距離砲持ってるもんな。スピードスター持ってるわ。はい。いいね。前線の選手にちょっと長距離砲をつけていこう。果敢なシュートライフをつけていきたい。で、ミセ君って俺、今、果敢持ってたっけ？はい、ちょっと待ってくださいね。果敢持ってるか。それなら違うな。高見とかにつけようか。はい。こんな感じで、能力は強化されます。で、スピードスターとか被ってるので、まあ、金徳もね、そういう風に外されるという形でございます。長距離砲、長距離砲、型。はい、どんどんつけていきまーす。やっぱ、金徳がね、ついてるキャラは伸びやすいです。金徳がついてるキャラは伸びやすいので、まあ、それを、つけていくという形がいいのかな。はい、そして特能なんですけども、先ほど、付け替えできると。特能ボックスが今これだけ余ってるという形でございます。でね、特能ボックス、これで見せくんなんですけども、今これつけてます。つけてるんですが、外すこともできるんですよ。入れることはこういう風に入れれるんですけども、まあ、こういう風にいらない金徳ありますよね。まあ、これはちょっと向いてないかなっていう感じの金徳。まあ、クレッセントクロスはトップ下がちょっと違うよねっていう感じでは、こういう風に抜けます。抜けて、違うキャラに入れることはできます。だから高みに入れると。こういう感じに入れていけるんで、まあ、これで調整するといいと思います。まあ、基礎値はね、まあ最大値決まってて、多分もう交換はできないんですけども、普通に解くのはこういう風に移動はできますので、強い理想の選手、作るのもありなのかなと。まあ、できればね、金徳最大上限がなかったら、面白かったのかなと思ったりもしています。自分的にはちょっとなしが良かったかな。はい。あ、長距離を持ってたか。ごめんなさい。で、あとは、アタカをちょっと強化していこうか。まあ、ゴールキーパー特能をつけていきましょう。ゴールキーパーをつけてって、そうっすね。宇宙船つけていく。で、ディフェンス100にはしたいんですよね、アタカね。まあ、どんだけ弱くてもね、どんだけ食わせるキャラが弱くても、能力は上がります。能力は上がりますので、まあ、こんな感じに食わせていきましょう。あとはもう地道な感じとなりますが、ひたすら食わせていくと。で、これでチームランクがどんどん上がっていくんですよね。チームランクがどんどん上がっていきますので、SS までチームランクを上げようという形でございます。今いくらまで上がったんだろう。こういう風にどんどん伸びていくんですよ。どんどん伸びていく。で、普
通にねサクセスしてると、うん、やっぱりなかなか集まらないです。でも今パワフルサッカー杯があるんでね、うん、伸びやすいのかなと。まあチーム S まで来ました。あとはもうひたすらやっていくっていう形でございますので、裏でさせていただこうかなと思います。はい、まあ本日はね以上とさせていただきます。こういう形で戦っていきましょう。チームランクはこういう風に上げれますので、あとは出撃でね、うん、どんどん、うん、15日の0時まで解放されていきますので、見ていくという形でございます。はい、こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。